御殿場西高等学校は、静岡県御殿場市に所在する私立高等学校。通称は御殿場西高校。お西と呼ばれることが多い。見学の精神は、誠実で良識と豊かな心を持ち、実行力があり、地域に貢献できる人材を輩出する。であり、誠実、友愛、勇気を公訓としている。交渉のモチーフとなっているのは、 富士原であり、第二大理事長の勝又義和氏がデザインしたもので、ある。1967年創立。創立前、沼津や三島方面の全日制高校には、記者で2時間近くかけて通学する御殿場地区の生徒が溢れていた。そうした中で、地元の小和地元でという地域住民の願いに応える、形で、勝又義丸氏が高校を創立することを決意した。 普通科と商業科の二つの都がが存在したが、平成4年度に商業科を廃止し、普通科でのコース制度となった。同年には、第64回選抜全国高等学校野球、大会に初出場した。平成7年度、オーストラリアのビクトリア州、ジロング市にカーディニアインターナショナルカレッジを創立し、国際教育を本格的にスタートした。高を取り高級校 職業学校歌手工業家事職業学校と姉妹校提携を結んだ。平成28年には創立50周年を迎え、4コース体制での教育活動を実践し、カーディニア校への留学、海外研修など、グローバル教育も充実している。また近年では ICT 教育に力を入れており、新型コロナウイルス休校期間には、県内でもいち早く、 オンライン授業を実施した。また、カーディニアとの無料のオンライン英会話学習をスタートし、教育先進校としても注目されつつある。生徒の主体性を育む教育を実践している。校則も社会的常識という基準で生徒自身に考えさせることを前提としている。また、生徒会が中心となり、学校行事を生徒が自分たちで考え企画し、 実行していく工夫となっている。また、社会で生きていく上での自立と自立を促すことも重要視している。生徒のキーコンピテンシーとなる思考力、判断力、表現力を向上させるために、アクティブラーニング型授業により、生徒中心の授業を行っている。また、英語4技能教育にも力を入れており、 外国語コミュニケーション能力の向上も重視した教育を行っている。多彩な留学制度を設け、幅広いニーズに対応している。オーストラリア、アメリカ、カナダ、ニュージーランドの4カ国から選ぶことができ、1年間、もしくは3ヶ月の留学を行う。またサマーショートプログラムとして、オーストラリアに3週間のプログラムもある。 国内での短期留学制度もあり、グローバルな人材の育成に力を注ぐ。また、オンラインでの留学や、バーチャルホームステイといった独自プログラムを行い、ICT の強みを生かした活動も行う。英語コミュニケーション能力の向上につながるプログラムが充実している。さらに、国際系ボランティアも多彩であり、国際系学部に進学したい生徒が多く参加している。また、 海外研修旅行で、オーストラリア、タイ、イタリアの3コースから選択することができる。ホームステイやフィールドワークを通して、語学力の向上だけでなく、異文化理解を深め、21世紀型コンピテンシーの向上を目指している。令和5年度からは、海外3コース、国内1コースに切り替え、SDGs 的な学びを中心とした内容となる予定。 新型コロナウイルス感染症の影響で2ヶ月間の休校措置を取ったが、その期間はズームでのオンライン授業を実施した。英国数を中心に基礎難関受験対策までのレベル別の特別講習を行った。これを機に ICT 教育に本格的に移行し、令和3年度からは一人一台パソコン体制となり、校内 Wi-Fi 環境の整備が完了した。全教室への さらに、アダプティブラーニング教材を導入し、生徒の理解度に合わせた問題演習をし、学びの最適化を目指す。授業も ICT を活用したアクティブラーニング型の授業を実施し、主体性、共同性、多様性を伸ばすことにつなげている。特進コースは、国公立大学への合格率は50%以上であり、県内でも非常に高い数字を達成している。 それ以外にも、総計上理などの難関私立大学にも毎年、複数名が合格するなど、高い進路実績を残している。学習サポートが充実しており、小論文指導、徹底的な面接指導などといった、教員からのサポートも充実している。また、就職内定率100%を達成している。生徒たちが、高校生活の中で様々なキャリアへの認識を、 高めるための教育を行っている。一年次からの段階的なキャリア教育を行い、卒業までにキャリアビジョンを高めていく。また、令和3年度からは、これまでの学習サポートに加え、ICT、グローバル、探求といった新たな分野が加わり、アシスト7として、これまで以上に充実したサポートを行っている。SDGs 教育を実施している。教科書の内容に、 リンクさせながら、授業内での探求を行っている。また、校内には、SDGs のポスターで溢れ、一人、数との生徒の SDGs に対する意識を高めている。令和3年度から、SDGs 委員会が発足し、月に一度 SDGs 新聞を発行し、動画配信も行っている。7月16日の、朝ちゃん。で紹介された、ラブラドールレトリバー等による、 動物介在教育を実施している。様々な悩みを抱える生徒たちに対するカウンセリング活動の一つとして、ドッグセラピーを行い、心のケアをしている。主な活動としては、朝の挨拶運動や昼休みの触れ合いタイムがある。部活動、ありがとうございます。